ショルブルンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のマインシュペッサルト軍に属す、町村である。この町は、クロイツベルトハイム行政共同体に加盟している。この町は、ビルツブルグ地方に位置している。町内の最高地点は、ショルブルンの北西、州道2316号線沿いの海抜465メートル、最低地点は、 コップフバッハ川沿いの海抜174メートルである。ショルブルンは首うと6つの小さなオルツタイルからなる。ゲマルクングはショルブルン単独である。ショルブルンという地名はショルと中高ドイツ語ノブランからなる。これらは土と水源または泉を意味する単語である。したがって土から湧き出す水源と解釈できる。時に大きな音。 音響と意味する単語、シャルを語源とする説も見られる。水源の音に基づく名前とする説である。この街は様々な古地図や資料に以下のような表記で記されている。ショルブルムは19世紀になるまで、レイコールベルトハイム博科のベルトハイム博領に属していた。この博領は1500年から1806年までフランケン帝国クライスに属した。 売イ化に伴いショルブルンは1806年にアシャフフェンブルク公国に編入され、1810年にフランクフルト大公国領となった。1812年、ここには2つの農場、3基の水車、カルトジオ会修道院があり、94個494人が住んでいた。アシャフフェンブルク郡ディストリクツメリートリーフェンシュタインのメリーであった。町長は、 ペーター・プフェニング、カトリックの学校長は、ヨハン・ガイス、プロテスタントの学校長は、PJ ・ニッチュキーであった。ショルブルンは1814年に、ディストリクツメリー・トリーフェンシュタインと共に、バイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体令により現在の自治体が成立した。1862年に、 別クスアムとマルクト・ハイデンフェルトが形成され、ショルバームはその管轄下に置かれた。1939年にドイツ国全土でラントクライスの故障が用いられることとなった。ビシュブルンはマルクト・ハイデンフェルト軍の47市町村の一つとなった。マルクト・ハイデンフェルト軍の廃止に伴い、ショルブルンは1972年7月1日に、 新設されたミッテルマイン軍に属すこととなった。この軍は10ヶ月後に、現在のマインシュッペッサルト軍に改名された。ラインシュタイン城市12世紀から16世紀まで、ビュルツブルグ市協領のミニステリアーレを務めた、貴族ラインシュタイン家の首長ラインシュタイン城は、おそらく13世紀に築かれた山城で、現在のショルブルン町内ニッケルミューレの北。 南のシュペッサルトに含まれるハスロフ・ホバフハ川の谷の高台であるレーベルクの尾根に立っている。1988年から2018年までの間にこの町に人口は850人から903人に53人、約6.2%増加した。2014年5月1日からテア・コール・ロースが町長を務めている。 彼女は2020年3月15日に86.9%の支持票を集め、さらに6年の任期を獲得した。彼女の前任者はルドルフ・クーンであった。この町の町議会は8議席からなる。ズンガラ、緑地、紋章の端まで貫く金色の十字。十字で区切られた上側2つの領域に、 金のしべを持つ銀色の紋章デザイン化されたバラの花が浮かんでている。株は十字架の柱に直立した銀の多くの葉が被さっている。この紋章は1958年から用いられている。2017年、この町で働く社会保険支払い義務のある就労者は120人であった。これに対して、この町に住む社会保険支払い義務のある就労者は400人であった。 したがって、この町から他の市町村に通勤する就労者は他の市町村からこの町に通勤する就労者に比べて280人多い。この年の失業者数は7人であった。2016年には7件の農家があった。2019年現在、この町には児童保育教育施設が1円あり、定員32人に対して29人の園児が在籍している。 このうち三人が三歳以下である。この町に学校はない。1960年代にビドキントルペルによって作られたこの領獣園は特にアカシカの飼育数が多いことで知られている。ハーゼヒルシュと呼ばれる一本の角が20以上に枝分かれしたシカはこの領獣園の特別な人気者であった。このシカは2011年末に突然死亡し、 動物保護団体により近くに埋葬された。その角の展示が2012年7月初めから、旧カルトジオ会、グリューナウ修道院で計画されている。2012年7月に、この鹿が大腸炎で死亡したことが判明した。1981年、ショルブルンが初めて資料に登場して175周年となるのを記念して、クロップフブルンの高台にフェルトクロイツが建立された。 この十字架は、ショルブルン領獣園のすぐ近くにあり、ハイキング客や観光客の目的地となっている。ここでは2001年から、毎年カトリックの復活祭の礼拝が行われる。ハスラフ・ホバッハ川とその支流の谷には、かつて6基の水車があったことが証明されており、そのうち1基シュレッケンミューレが現在も稼働している。他の水車小屋は、旅館やペンションに改装された。 御用や散策に利用される谷に、シュペッサルド文化の道、ミューレンシュトラーセ・ハーゼルタールが整備されている。その中ほど、シュレッケン・ミューレとニッケル・ミューレとの間に、ラインシュタイン上司がある。シュナイト・ミューレの近くには、マルクス・レ拝ハイの遺構がある。支流のクロップフ・バッハ川沿いには、旧カルトジュウグリューナウ修道院跡がある。ありがとうございます。